ノーザンバラムンディスクラロページズ・ジャーディニアは、アロワナ目アロワナ科に属する魚。体長40から60センチメートル。アジアアロワナに似ており、体表は大きな鱗で覆われている。体色は個体により赤っぽい褐色か黒っぽい褐色に分かれ、金属的な光沢を帯びる。鱗には、三日月型をしたピンク色の斑点が入る。アジアアロワナに比べると、や,や体高が高く、 ずんぐりした体型をしている。鱗1一枚一枚が、頑丈なため、他のアロアナ系統に比べると、ひときわ柔軟性に欠ける。パプアニューギニア及び、オーストラリア北部の河川。なお、バラマンディはオーストラリアに生息する、スズキの仲間であるラティーズカルケリーファーを指す、通称名でもある。イン、プラハシ・アクアリウム CITES に登録され、保護を受けている、アジアアアロアナと違い、 野生では豊富に生息している。そのため取引は制限されておらず、安価な価格で養魚が販売されている。体の柔軟さにかけ、水槽内での旋回運動が苦手なため、飼育には最低でも幅120センチメートル程度の大型の水槽が必要であると多くの場で言われているが、この種においては奥行きが重要であり、幅は120でなくとも90あればことりるため、 90、60水槽といった奥行きが60センチメートル以上の水槽での飼育が推奨されている。大きい方が良いのは言うまでもない。無論、魚類は飼育環境の広さにより伸びの限界が調節されるため、奥行き45でも飼育できないことはない。その場合、大きさはもちろんのこと多少の身体疾患は覚悟した方が良いだろう。また、他のアロアナに比べて、 排他的な性格で、同種や他の魚への攻撃性が強いため、混映は難しい。ポルカドット、スティングレイやモトロをはじめとした、淡水イ,イやセールフィンプレコといった大型低制魚であれば、成功することも少なくないが、自己責任で行うのが鉄則である。餌はメダカ、金魚、昆虫といったきへ、人工飼料などを食べる。ある程度育った個体であれば、 数日から一週間程度の絶食期間を与えれば、比較的容易に人工資料に得ずく。ありがとうございます。